鈴中炊飯器と従来型炊飯器の表面温度をサーモカメラで比較。従来型の炊飯器は全体が熱くなっているのに対し、鈴中炊飯器の温度変化はごく一部であることが分かります。この通り触っても火傷の心配はありません。また独自の対流型芋の厚釜を採用したことで、お米がしっかりと対流し、ふっくらしたご飯が炊き上がります。